はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、陣内と聖書研究とお送りしていきます。今日のタイトルは新天新地における多元的共存という、タイトルでございます。今日のね、聖書の箇所はですね、ヨハネの黙示録の21章の26節ということで、いよいよですね、まあヨハネの黙示録っていうのは22章までですから、まあ最後の2章になってくるんですよ。でここでですね、まあやっとというかついにと言いますかですね、まあ歴史のクライマックス、つまりまあ新天新地ということですね。これがですね、まあテーマになってくると。だから21章の1節は、また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないというふうに書かれているんですね。でまた2節にはですね、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下るのを、下ってくるのを見たと、いうことで、まああのいわゆるその新天新地というやつなんですね、これね。で、これがね、まあ、いろんなことが書かれてるんですけれども、まあ、どんな材質でできててとか、門が12個あってとかですね、その大きさですね、その都の大きさとかですね。で、またこの都の中には神殿がないんですよね。だからその永遠のエルサレムとも言われたりするんだけれども、エルサレムには神殿があるわけですよね。だけれども、その新しい新天新地の、ね、エルサレムには神殿がない。なぜなら、もうもはや全能の神 である主と子羊が都の神殿だからであるということで、22節にあるんですけれども、もうつまりもうそこにはもう神の臨在が満ち満ちているから、神殿なんていうそういう象徴は必要なくなるということなんですよね。で、まあ、今日のね、この僕がハイライトした箇所なんですけれども、で、まあ、その後にはですね、太陽も月も必要ないと。なぜなら神の栄光が都を照らしであったりとかですね、そんな感じなんですよ。で、まあ、ハイライトした箇所なんですけれども、それが26節で、21章の26節ですね。こうして人々は 諸国の民の栄光と誉れを都に携えてくることになるっていうふうに書かれてるんですね。で、これね、僕、まあ、デボーションのね、ノートをね、ご紹介しながら皆さんにですね、その聖書を解説するということをさせていただいているんですけれども、これがですね、去年の、2019年の7月26日の僕のデボーションのノートなんですよ。で、去年の僕、7月26日といいますか、7月26日じゃないな。だからその1ヶ月前か、6月の後半何してたかというとですね、去年僕、マニラにいたんですね、フィリピンに行ってたんです。で、まあ、去年は当然、その、新型コロナウイルスということはありませんから、まだですね、去年の夏まではですね、だから普通に旅行ができた、旅行というか、まあ、渡航ができたわけですよ。で、フィリピンに行ってまして、もう超密な密な街にいましたよ。で、密な会場で密なことをしてましたよ。で、なんでフィリピン行ったかというとですね、グローバルワークプレスフォーラムというですね、ローザンヌ、世界ローザンヌ運動というところが主催する、まあ、世界的な集まりがあったんですね。これだから本当に今年じゃなくてよかったですよね。今年だったら無理だったでしょうからね。で、まあ、行かせていただいて、で、一週間ですね、まあ、世界のビジネスとかの現場で活躍していらっしゃる、キリスト社の皆さんが集まってっていうね、何人 ?700 人とか集まってたんでしょうかね。そういう、集まりでした。で、まあ、テーマはですね、ビジネスイズミッションということで、その、我々の仕事こそが、もう神の働きそのものなんだよっていうことを、まあ、5日間ね、みんなでこう、学び合ったという、そういう時で、だったんですね。で、まあ、そこで、毎朝ね、ダニエル書の公開っていうのがあったんですよ。で、その1週間かけて、で、もっと言えば、半年前からなんか予習をね、ずっとね、して、臨んだんですね、みんなね。だから1ヶ月に1回、こう、レポートはないわ。とにかく、この動画を見てくださいよと、あと、これも文章を読んでくださいよっていうのが1ヶ月に1回、宿題として与えられて、で、ずっと事前に準備して、で、全部テーマはダニエル書なんですよ。で、ダニエル書、なんでダニエル書かというと、ダニエル書というのはですね、実はその、働く人、特に異教社会で働く人にとって、まあ、本当に、こう、ど真ん中のメッセージが込められているからで、というのはそのダニエルという人は捕囚時代にバビロンという異教の国で、まあね、大臣になって、
その異星者に仕えたという人なので、なのでダニエル書から学びましょうということで、で毎朝そのダニエル書の公開があるんですよ、その1週間のね、フィリピンのマニラの会場で。で毎朝ですね、その違うですね、神学者が喋るんですよ。で本当に世界的に有名なね、神学者が毎日喋る。しかもですね、それがその毎日その地域が違うんですよね。そのヨーロッパの方から来た人が話した、次の日はアメリカ方面、その次の日はアジアの神学者、その次の日はアフリカの神学者とかで、本当にね、もう全大陸からのもう代表するようなですね、神学者が毎朝ね話すのを聞けるという、そういう意味でもですね、すごく僕にとっては行ってよかったなというかですね、思いましたね。でもうジョン・ストットっているじゃないですか、もうね20世紀最大の神学者なんですけれども、そのジョン・ストットに教えをこうたね、そういうジョン・ストットの弟子みたいな人も来たりとかしてね、面白かったですね。でその中で僕一番覚えてるのが、確かにアフリカのねある神学者の方が言ってて、それがすごくずっと残ってるんですね。その方はそのダニエル書公開の時に話されたのが何かというと、そのキリスト教圏ですね、いわゆるそのコルプスクリスティアヌムって言うんですけれども、その西洋キリスト教社会ってあるんですよ。つまり欧米と我々が呼んでるもの、それはそのキリスト教に基礎付けられてるわけですよね、歴史を考えた時にね。でその社会と非キリスト教圏の社会では、そのいわゆるその福音のあり方というんでしょうかね、その聖書の把握の仕方っていうのが違うんだよと。それ聖書が違うんじゃなくて、その把握する必要がある部分っていうのが、協調点が当然異なってくるっていう話だったんですよ。でどういうことかっていうと、コルプスクリスティアヌムっていうのはですね、キリスト教の世界観が前提に、文化とか、ね、社会とかが構成されてきた、だけれども非キリスト教圏ですね、つまりアフリカとかアジアとかですね、そういう国々では、もう、アフリカアジア合わせたらもう世界の半分以上ですからね、なんでそういうところの人たちっていうのは、実はその西洋の人たちには見えない、ものが見えてると。つまりそのキリスト教という、歴史を持ってない、一神教という歴史を持っていない社会において、実はその語るべき部分も違ってくるっていうんですよ。で、どう具体的に何をね、彼がね語ったかっていうのを今から説明します、ね、なるべく分かりやすく説明したいと思うんですけれども、それ何かというと、キリスト教圏のいわゆる福音ゴスペルというものは創世記3章で始まり、黙示録20章で終わってると言うんですよ。どういう意味かというと、創世記3章は何が書かれているかというと、堕罪、堕落と呼ばれるものですね、はい、落ちると書いて罪と書いて堕罪、あるいは、落ちると書いて、落ちるを2つ重ねて堕落ですね、ザ・フォールというやつです、英語で言うところので、これ神学用語ですね、ザ・フォール、つまり原罪を人間が犯したということじゃないですか。それはあの食べてはいけないと言われている知恵の木からですね、実を取って、アダムが食べて、あ、ごめんなさい、エーバが食べて、でアダムもそれにそそのかされて食べて、そしてエデンの園を追い出された。でこれが人間の罪の始まり、そして、そこからストーリーが始まってですね、で神はですね、イスラエルの民を選ばれて導かれて、そして、イエス・キリストが、お生まれになって、そして、十字架でその罪をすべて背負い、そして復活され、救いを与えられた。そして、黙示録20章には何かと、何が書かれているかというと、前も僕が言いましたけれども、命の書が書かれてますね。だから、西洋社会のキリスト教圏では、福音は創世記3章から黙示録20章で、語られてきたっていうんですよ。ね。そのアフリカの神学者の方がおっしゃってたのは、つまり、太宰から始まって命の書で終わる。これが福音だってスピーカーの方がおっしゃったんですよ。で実際ですね、いわゆるその福音提示の方法として、その西洋から始まった4つの法則っていう有名なやつがあったりとか、いろんな方法があるんだけれども、そういう論理構成、福音ってこうで、こう3ポイントで福音語ります、いろんな語り方あるけれども、基本的に西洋から出てきたものってそういう論理構成になってるんですよ。つまり罪で始まって命の書で終わる、ね、つまり個人が罪があるよ、そして命の書って個人が命の書がに個人の名前が書かれてるよってことじゃないですか。で、これって個人の救済の物語であり、罪で始まって命の書で終わるっていう。創世記3章で始まって、黙示録20章で終わると。しかし、
しかしですよ、ね、その方がおっしゃったのはアフリカ出身の、ね、神学者の方がおっしゃったのはアジアとかアフリカの一神教、そしてコルプスクリスティアヌム外の人からすると、その福音ではほとんど何も訴えかけないって人々に言うんですよ。なぜならこのアジアとかアフリカの人たちって実はその個人主義っていう前提が共有されてないから、その命の書って言われてもピンとこないんですね。むしろこのアジアアフリカ世界で重要なのは創世記1章から2章、そして黙示録21章から22章を語ることだって言うんですよ、ね、だから聖書の一番最初の部分ですね、これ創造ですよ。で一番最後の部分って新天新地ですよ。でそれに挟まれた形で太宰と命の書があるんですね。わかります？で創世記の1章から2章ってこれですね、実は共同体論なんですね。で黙示録に、21から22もこれ共同体論なんです、新天新地ね。でそれに挟まれた形で創世記3章から黙示録20章って何かっていうと、太宰から命の書ですね。これって共同体論じゃなくて個人主義なんですよ、個人の救いなんですよ。だからアフリカとかアジアで福音を語ろうとすると、この共同体全体の救いのストーリーを語らないと多分人々には訴えかけないよって言ったんですよ。でね、そこにいた西洋の、まあ、いわゆる、まあ、僕らが言うところの、その肌の色が白い人が半分ぐらいその会場にいるんですけど、その方々は本当に今日疲れたような表情をしてるんですよ、ね、で思い当たる節が彼らにはあるんですよ。なぜならそのアジアとかアフリカで宣教したことがある人がいっぱいいるから、その中には。そうか、だから伝わんなかったんだって初めて分かるという。つまりそのコルプスクリスティアムとそのね、一神教という伝統がないアジアアフリカ世界では共有している前提が違うんですよ。だから西洋社会ではまず罪の話をして、そして命の話をしても、命の書の話をしても一応福音としては成立するんです。なぜならこの神の創造と新天新地という物語ですね、この物語が共有されてるからですよ。だけれどもそのアジアアフリカ世界に行っていきなり罪と命の書の話をされてもですね、この物語の前提が共有されてないから意味がなくて、実はこの物語の方をまず語らなきゃいけない。つまり創世記1章から黙示録22章までを全部を語らなきゃいけないね。だからそのサンドイッチで言うとだから西洋キリスト教社会ってね、もともとそのバンズがあるからハンバーガーでいうとバンズがあるから、そのなんかあのレタスとかトマトとかあのね、パテの部分だけを語って、これが福音ですガシャンってやって、もうみんなバンズ持ってるからバシャンってやって食えたんですよ。だけれどもアジアではですね、そのバンズがないから、そのハンバーグのだけをですね、創世記3章から黙示録20章まで語るっていうのはそういうことで、ハンバーグとかですね、そのパテと、レタスとトマトをバンって渡されてもベシャってなるんですよ。だからそのバンズ話そうよと。でバンズって何かっていうと、創世記1章から2章、そして黙示録21章から22章なんだって言うんですよ。でこの、創世記1章から2章っていうのは、まあ、創造論、そして黙示録21から22っていうのは、まあ、新天新地なんですね。でまあそのね、神学者の方がおっしゃってる、まあ、概要をお話すると、つまりどういうことかっていうと、神はまず良いものとして宇宙を創造されたことっていうのが、まあ、創世記1章から2章ですねそして園のイメージ、これ創世記2章ですね、はい、そしてそれを管理し神にあって労働する、そしてその労働が清いんだよというイメージ、なぜなら労働って太宰の前からありますからね。そして意図された完全なコミュニケーションのイメージがそこにあるんですよ。だから共同体論だって僕言いましたね、最後さっきね。で黙示録の21から22章に書かれているのは何かというと、いずれ完全な回復が訪れることなんですよ。つまり刷新された新天新地の都のイメージなんですね、はい。でだから、創世記1章から2章がそのエデンの園のイメージ、つまり完全な労働、完全な共同体のイメージがあります。そして、最後の黙示録21から22っていうのは何かというと
その回復された、都のイメージなんですよ。そして刷新された新天神地の都のイメージがあるんです。で、歴史っていうのは園で終わり都で終わるっていうのが、まあ、僕のね、まあ、師匠の一人であるダローミラーさんっていう人がよく言うことなんですけど、歴史って園で終わり都で終わるんですよ。だけれども西洋世界で福音というものがね、パッケージとして語られるときに、個人的な罪で終わり個人的な命の書で終わるんですよ。これは確かに福音として全然完全ではない。だけれども西洋世界ではなぜそれが福音として成立したのかというと、この園から都っていうこの前提が共有されてたからなんです。だけどアジア、アフリカ世界ではこの園と都の部分をやっぱりすごく強調しないとですね、福音全体が絶対にピンとこないんだよっていうことをそのね、神学者の方がおっしゃってて、めちゃくちゃですね、私は感銘を受けたというか、あ、本当そうだなと思ったんですね。で、園で始まり都で終わるんだけれども、このね、すいませんね、この都のイメージっていうのすごい大事で、でね、僕らって都っていうと都会 をね、思い浮かべるじゃないですか。だからなんか東京とかニューヨークとかそういうものを思い浮かべるんですよ。永遠の都エルサレムとかっていうと、なんかそういうね、都会を思い浮かべるんだけれども、実はね、そうじゃないかもしれないっていう話があって、それ何かっていうと、黙示録21章ってですね、都のね、採寸が出てくるんですよ。この都が、西にどれぐらい、東西にどれぐらい長くて、南北にどれぐらい長くてっていうのが出てくるんですね。で、それって、どれぐらいの採寸になってるかっていうと、解説書によるとですよ、これめっちゃくちゃでかいです。どれぐらいかっていうと、まず、アメリカのですね、東海岸からコロラド州まで、ね。で、メイン州の最北端からフロリダまでだというと。これどういうことかというと、まあ、世界地図があって、アメリカあるじゃないですか。アメリカの、なんていうかな、アメリカのこの形、長方形の形があるんですけど、それにほぼ重なるぐらいのバーンっていう正方形なんですよ。だからもう、べらぼうに広いわけですよ。その都市って。もう、都市じゃないですよね。僕らの感覚で言うとね。ね。なので、さらにですね、その都のイメージの重要な一つは、多様性が一つに集まって調和をなすっていうイメージなんですね。はい。で、何において調和をするのかというと、それは神の栄光、栄光を神の前に投げ出すことによって調和するっていうイメージなんですよ。で、だから、ね、まあ僕のその都のイメージっていうのを、まずそのデリーとか、東京とか、そういうイメージから、僕らはまず、もう広大な、だから僕らはそれを都と認識できないかもしれないですね。だってアメリカなんだから、もう、ね。もう国、アメリカぐらい広い都市って想像できないじゃないですか、僕ら。ちょっと僕らのイマジネーションを超えてるんでしょうね、だからね。で、なおかつ多様性っていうのがすごいね、強調されてるんです、ここでね。すべての民族がここに集まってきて、すべての民族のその宝を持ってくるんだと。そしてその栄光を神の前に投げ出すんだって書かれてるんですね。で、あらゆる国や民族がその誉れと栄光を都に携えてくると。で、神の前に冠を投げ出すって書いてあるんですよ。で、無視の姿とともに、で、私をなくすと書いて、無視の姿とともに多様性は調和を見るんですよ、そこでね。で、そのような意味の都のイメージは、現代の個人主義的で心休まるところを知らない都のイメージとは違うんですよね。ね。だからなんか、都市っていうとさ、なんかこう無機質で、ちょっとなんかもう忙しくてね、みんなね。なんか個人主義的で、隣の人の顔も知らないみたいなイメージがすごくありますよね。でもここで書かれている新天神地のエルサムって、もうまず広さからして、もう桁違いで、多分もう、とんでもない。多分山とか普通にあるしね。平野もあるし、牛とかも飼ってんじゃないですか。だから、それって、僕らが考える都市じゃないんですよね。もうめちゃくちゃ広い。で、そのアメリカみたいなイメージをしてもらえば仮にね。でもアメリカと違うのはやっぱそのモノカルチャーじゃないと。アメリカってね、まあ、アメリカ文化がそこにはあるわけじゃないですか。ウォルマーとか、どの町にもあってとか。でもなくて、いろんな民族の着物を着てる人もいるかもしれないし、ね、なんかね、インドのね、まあ、シーク教徒はいないから、ターバン巻いてる人いるいないかもしれないけど、でもなんか、そういう感じですよ。だからもう、ね、ネイティブアメリカの方もいるし、ね、アフリカのなんかこうね、上半身裸の人もいるかもしれないですね、もちろんね。でもなんかそれって僕らのもうなんか想像を超えてるから、多分そこで僕らは驚くことになると思いますよ。都市って聞いてたけど、
すげえなというふうになると思うんですよ。で、創世記1章から2章の園のイメージっていうのは人類によってあまりにも曲解されてきたんですよね。それはどういうことかというと、園を管理せよと神様がおっしゃった時に、それってまあ自然界全体をね管理せよって我々にとってはそういうことなんだけれども、でもその介入の仕方があまりにも人工的にね介入しすぎたりとか、あまりにも何も手をつけずに逆に崇拝してしまったりとか、そういうふうにですね、本当にちょうどいい湯加減っていうのを人類はいつもですね間違ってですね介入しすぎたりとか崇拝しすぎたりとかしてきたんですよ。ね、でも、その黙示録の21から22の都のイメージもまた曲解されてるんだろうなと思いますね。なぜならなんかその永遠のエルサレムっていうとなんか絵とかも時々なんかイマジネーションの絵で描かれたりするけど、なんかこうガラス張りのさ、なんかちょっと、なんか藤子不二雄とかが昔書いてたようなレトロフューチャー的なイメージだったりとか、で多分そういうことじゃないんだよね。でだから超密な人口を指すんじゃないんですよね。だってめちゃくちゃ広いんだからでもう超密ですらないかもしれないんですよね。それぞれが家があるんだけど、隣の家500メートル先とかってこともあり得るかもしれないですね。でも一つだけ確かに言えるのは何かというと、多元的共存があるっていうのは間違いないんですね。で、この都の本質っていうのは広さでも人口超密でも、その富の素晴らしさでもなくて、この永遠のね、新天新地の都の素晴らしさの、本質、ね、豊かさの本質を一言で言えって言ったら、多分多元的共存なんですよ。それぞれがそれぞれでありながら調和してるってことですよ。ね、だから、その、モノカルチャーとか、ユニフォーマティですね、その、均質性とは真逆にあるものですね。それぞれがそれぞれに多様で多様な文化を持ってて、だけれども神の前にその文化の宝を投げ出し、そして神にあがなわれた文化のもとにその多様性をまあ楽しんでいるというような、そういうイメージになるんじゃないかなと僕は思うんですよね。それはもう多分もう豊かすぎて僕のこの地上の脳では理解できないんじゃないかな、そんな風に思いますね。と考えると、まあその新天新地っていうのはやっぱりですね、本当に楽しみですよね。はい、ね、いつか訪れるその新天新地の都に僕は行くのを、心から楽しみにします。それはなぜなら、まあ、東京とかニューヨークみたいな感じじゃないからですよ豊かな自然もそこにあるからですよね。そして豊かな文化があってですね、本当に楽しみですよね。ということで皆さんも楽しみにしていきましょうという感じで、今日は新天新地における多元的共存という形で、お話しさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。